すっかな。まあ元ネタのある絵画だろうから、芸術作品だろうから大丈夫だとは思うんだけど、念のため画面真っ暗にしておきましょうか。こういうのは大概私の考えすぎだと思うんだけどね。私が何に悩んでいるのかどうぞお察しください。もしくはご自身でプレイしていただければなと。本が並んでおる。書斎かな。おい、伊勢太郎、地図見つかったか？いや、まだ見つかってない。でもこの書斎ならあると思ってさ。ここは俺に任せて、他を探せ。どうした？ゆか、一体なんであんなことになっちまったんだ？だって、ありえないだろ？あんないきなり体が膨張するなんて。俺も、そのことは少し考えた。アレルギーかとも思ったけど、あの膨れようはありえない。感染症も、俺らが平気なんだから考えられないよな。逆にお前は、何か心当たりはないか？悪い。私には何もわからねえ。そうだよな。とりあえず今は地図を探してくれ。何かわからないことがあったら俺に聞けよ。おう、頼りにしてるぜ、聖太郎さん。机の上に刺繍が一冊置かれている。しおりが挟まっている。世界の真ん中、神の秘密の場所は、本当の秘密は永遠に秘密のまま。なんのこっちゃ。なんかのヒントだったっけかな。大きな本棚がたくさんある。ここはとりあえず、聖太郎に任せて、他を探すか。地図ってあるんだっけかな、本当に。こっちの絵は、ああ、大丈夫か。ちょっとね、心配すぎかな。あ、なんか覚えてるなぁ。千代、ボール。お父さん大嫌い。お魚さんをたくさん閉じ込める。お魚さんはとってもかわいそう。お魚さんを眺めるのも大嫌い。これ娘さんの部屋か。あ、世界の真ん中。なんかあったな、これ。どうにかしてこの間の部屋に入れんだったっけかな。絵画の。とこか。とりあえず今は置いておくか。ひどく濁っている。中にはいんのかね。知恵。棚。この棚ちょっと触っただけですげえ揺れる。動かせんのかな。ピチョン。うわ、なんじゃこりゃ。壁にでっけえ穴が開いてる。あー、これ親に怒られるやつだ。落書き帳のようなものが置いてある。お父さん大好き。お魚さんをたくさん買ってきてくれた。お魚さんはとっても綺麗。お魚さんを眺めるのも大好き。正反対なのか、それとも皮肉なのか。文章の束を手に入れた。文章の束。一体なんだ、これ。何かごちゃごちゃ書いてあるけど、全然読めねえや。聖太郎なら読めるかもな。あ、そうか、これで、彼に読んでもらうのか。盆栽。盆栽って、日の光って不要なのかな？いや、必要だろ？多分。ぐぎ、くそ、手が小さくて入らねえ。ひっくり返して中身出してみるか。うお、これくそおめえ。持ち上げられねえな。やっぱどうにかして上から取らねえとダメだ。これこそ聖太郎とか呼んでくればいいんじゃないかな。ゆうたくんはもう、ダメだろうけどね。簡単に開きそうにな、開きそうなんだけどな。針金にて名のがありゃいけるか。おっと、内鍵。留め具か。針金ね。針金があったら壺の方も取れそうな気がするけど。いや、難しいか。こっちも開かないと。同じようなもんか。ピアノ。この絵は覚えがあるような、ないような。で、人魚の絵と。可愛らしいね。娘さんが描いたんだっけかな？埃をかぶったピアノがある。やっぱ。そうね、土地があるだけと言いつつ、普通に金持ちだよな。こっちからは別の部屋。
デメ金。うん、金魚、世話もしてんのかね。立派な水槽に金魚か。なんかもうちょっとこう、大きなアロワナとかを買ってもいいんじゃないかな。いや、金魚は別に悪いとは言ってないけどね。鍵がかかっている。牢のようなものが詰まっているようだ。いや、これ以上は探索してもないから、じゃあさっきの束を、セータロークに見てもらいましょう。どうした？何か用か？ユカの部屋の暖炉を飾られている絵画、ポット、全部聞いとくか。ユカの部屋さ、暖炉で温めた方がいいのか？なんかすげえ寒がってるみたいなんだ。そうだな。それもいいかもしれない。でも薪がねえだろ。もし見つけたらつけてやってもいいと思うが。どうしたらいいか、俺もわからんな。そうか、ここではセイタロウくん、いいって言うのか。でも私はね、ごめんなさい。一応本編というか動画上ではね、つけない。多分おまけでつけたのが、あるかもわからんが。飾られてる絵って、オフィリアのことか。オフィリア？ハムレットの登場人物だ。悲劇のヒロインってやつで、よく絵に描かれてる。ここに飾られてる絵は、全部ハムレットの同じ場面だな。あれは、オフィリアが死んだシーンなんだよ。オフィリアは父親を殺され、恋人に裏切られて川で死んじまうんだよ。自殺か事故かは知らないけどな。オフィリアは特にこのシーンが描かれるんだ。どこか画家の心が引きつけられるのかもな。すまん。何言ってんのかさっぱりわからん。だろうな。これ壁の中で見つけたんだけどよ、読めねえんだ。お前わかるか？うわ、すげえ古い紙だな。こりゃ昭和に書かれたところのもんじゃねえぞ。何？いかなる金の繁殖をも防ぐとて、品より帰りたまえし祖父より受けたまわる。紙に記して後世に残さん。その手法は以下の。文字がかすれまくってて読めないな。金の繁殖を防ぐってことは、殺菌剤の作り方とかじゃないか。なんでうんなもんがここにあるんだよ。さあな。でも防腐ってのは、食料保管のためとかだろう。昔は冷蔵庫とかなかったんだからな。ああ、休館ね。玄関出て、右回りに館を回ると行けるぜ。ここに地図なかったら、そっちも探してみるか。てお前、もう休館行くつもりか。まずはちゃんとこの館の中探せよ。わかってるよ、うっせえな。ただちょっと聞いてみただけだろ。はいはい。いや、でも、あとは針金くらいかな。休館に、もう行けんのかな？行けるんだったら行ってもいいんじゃないか。あ、これ使えばあの壺の中も取れるかな。菜箸。ああ、そういえばこんなんあったね。そうか、これ見ようがしに菜箸のグラフィックあるからな。気になっちゃいたんだけれども。いや、気になってはいなかったんだろうな。これで、ああ、つかなきゃいけないか。ああ、会議じゃない。寝室の鍵のようだ。あ、てか鍵も持ってたっけ？ちょっと待って、全然覚えてねえな。ただの鍵じゃないか。鍵を手に入れた。鍵で、ここは別なんだよな。だから、この鍵を使って、下の部屋を。これはどっちだ？これが寝室の鍵か。ベッドが2つ。上に何か落ちてる。クリップを手に入れた。あ、で、これで針金か。本当にピッキングとかできるのかしら。メモを手に入れた。メモ。これはデメキンかな。下5、右4、下1、右5、上4。ほう。まあ、とりあえずは鍵の使い道かな。針金とかもあるしね。で、なんぞペカペカしているけれども。棚の中に日記のようなものが置いてある。ほとんどのページが破かれているが、最後に何かが書いてある。あの日すべてが終わってしまった。懺悔しよう。もうあそこには行かない。
鍵をしたあの悲しい年と月とともに過去に蓋をする。これは土田さんのかな。なんかひどく申し訳ない感じがするんだけどね。これもあれか、なんか日本画って感じするけど。文庫本で水槽、中には何も入っておらんと。まあこんなんで、あとはクリップを使って、すげえな。雑貨が収納されてる。あれ、なんていうものかわかんなかった。誰だ。隙間に紙が挟まっている。古い紙を手に入れた。古い紙。ああ、これも清太郎くんか。便利だね。タンス、日記、また日記か。時計が止まったまま動かなくなってしまった。私がこの家で唯一愛したあの時計、ゼンマイのネジ巻きはどこにあったのだろう。そういえばあれはまだ時計の中にあるのだろうか。私の身を守るための大切なお守りだった。もはや手に入れることも叶わぬ。大切なお守り、銃かな。時計か、どっかにその時計があるんだっけか、それともこの時計だったんだっけか。まあいいや。とりあえず清太郎くん、いや、先にちょっと、あのデメキンのところで歩いてみるか。これは真ん中からでいいのかな？ああ、これじゃない。下5、右4、下1。まずこれだけ。1、2、3。今なんか2歩あるかな？あった。1、2、3、4、5。1、2、3、4、1。で、次は？右に5、上に4。1、2、3、4、5。1、2、3、4。ここ。あれ、ここの床妙にきしむな。床板が発生そうだ。新聞記事の切り抜きを手に入れた。これはリンちゃんでも読めるかな。1972年8月の記事の切り抜きだ。昨日未明、〇〇市の用水路で川本紗恵子さんと子供である千恵ちゃん、千代ちゃんの遺体が発見された。目撃者の証言によると、紗恵子さんは溺れていた。千恵ちゃん、千代ちゃんを助けようと用水路に飛び込み、そのまま溺れてしまったとのことである。これが土田さんとこの、なんだっけ？ちょっとこっち来てくれ。なんだ、清太郎。地図見つかったのか？いや、ダメだった。書斎以外も探してみるつもりだ。それより、これ持っとけ。なんでお前ランタンなんか持ってんだよ。それにこんなもん使うか？バカだな。よく考えてみろよ。この家、電気が一切使えねえんだぜ。それに、もうそろそろ夜になる。地図探しを続けるにしろ、休むにしろ、明かりはいるだろう。ユータの分もあるからよ。渡しておいてくれ。ああ、わかったよ。あ、っていうか、清太郎くんに、ああ、読んでもらえよかったよ。まだいた。古い紙、これかな？これ、和室で拾ったんだけど、お前読めるか？これ、沼の前の石碑に書いてあるのと同じだな。かの者、海浜にて横たわりし透き通った肌と、鱗の人魚なるものをさらいて家の生けすに住まわせたり。濁った沼の水は、人魚を醜く変えることをおびただしく、その肌ひどく膨らみて、鱗は剥げ落ち、鈴のような声の音は獣のごとく枯れたり、かの者の願い虚しく、人魚は死したり、人魚の恨み深く、幾多もの若い女子が消えたり、ここに人魚を弔う、だってよ。これは持っておいて意味があるのかな？まあいいや、とりあえず探索終わったから、これで休館の方に行けるかな？なんかセリフあったりするかな、休館に対しても。いちいち聞かなくても見えるだろうがよ。旧館はこの家を出て右だ。
ゆかの症状がよく分かってねえから、部屋温めてもいいかどうか。それに、薪もねえしな。3回目はさすがに2回目と一緒だろうな。ゆかの症状。うん、まあさすがに一緒だった。この家、オフィリアの絵ばっか飾られてるよな。確かに、ミレーの絵なんかはかなりの名画だが、ちょっと変質的な感じがするな。殺菌剤だが防腐剤だかわからんが、まあその辺の製法だな。人魚伝説ってのも調べてみたいところだが、それどころじゃないもんな。やっぱこう、歴史的なものっていうのは清太郎くん普通に好きなんだろうね。まあだからこそのその大学の学科なんだろうけど。さて、ゆうたくんにランタンって言ってたけど、あ、このシーンは。そう、ゆかのことが心配で寝られねえ。そうだ、こんなのんきに寝てる場合じゃねえんだ。せっかくランタンもあるんだし、地図を探そう。休館だってまだ見てねえしな。いやー、友達思いだね。で、ああ、もう清太郎くん寝てんのか。おい清太郎、寂しいから一緒に寝ようぜ。うせろ、俺は眠いんだ。遊ぶくらいならてめえも寝ろ。つまんねえやつ。冷静。私、もっと怒りそうな気がする。会話はなし。あそこを広げたまま寝たら嫌だし、入らないで怒っと。おう、あ、でもランタンとかは置いてった。回収してった。まあわからんけど、今は気にする必要ないかな。てか、これってあれだよね。きっとリンちゃんが、いや、真相はわからんな。真相はなんかネタがあるのかもしれないし、やめとこうか。なんかリンちゃんがむっつりなだけな気もするんだけどね。で、こんな夜中に休館と。古いモーターボートがある。台車の上に乗っている。モーターボート。船も持ってて。お金、ありますね、やっぱり。暗証番号付きの南京錠がかかっている。番号。番号どっかにあったっけかな？とりあえず閉じようか。ネタを探そう。もう持ってるかもしれないけどね。